山品の宮は、江戸時代末期、伏見宮法火新郎の王子、秋田新郎が創設した宮家。詳細は、山品の宮秋田新郎を参照。山品の宮秋田新郎初代、秋田新郎は、文化十三年に誕生。署名は、清穂。その翌年、京都山品にある、門関寺院、果十寺を相続した、文政七年に出家し、正藩入道新郎と称した。 源氏元年、徳川義信らが元族を、公明天皇に願い、直挙をもって、改めて新郎宣言と共に、山品の宮の宮号を賜った。宮号は、山品の地名にちなんだものである。明田新皇は、国事御用係として、幕末の政界で活躍し、明治維新後は、議定、外国事務総督などの要職を占めた。皇族がヨーロッパの王室に習って軍人になる中、 文官であることを通した。1898年2月、83歳で、皇居した。詳細は、山品の宮菊馬郎を参照。山品の宮菊馬郎二大菊。馬郎は、明田新納の王子。一時、梨本宮守治武新納の養子師となるが、1885年に、山品の宮に復帰し、明田新納の講子となる。海軍に入り、海軍大佐まで進む。 気象学研究にも打ち込み、費用は地面で、筑波山に気象観測所を建設した。1908年、36歳で公居した。詳細は、山品宮武彦王三章、山品宮武彦王3代。武彦王は、1898年に誕生。父宮の後を継いで海軍に入り、海軍調査に進む、海軍航空隊に入隊し、 東京上空を飛行したことから、空の宮様として知られた。茅の宮国の領の王女、咲子女王と結婚したが、1923年、関東大震災により、鎌倉にあった三宅の別邸も倒壊。折屋宿この別邸に滞在していた。解任中の咲子妃は、退治と共に圧死した。咲子妃の皇居によって、竹彦は精神に異常をきたし、1932年、 予備役に編入された。1947年 GHQ の指令により10月14日、功績離脱。あとは、山品氏を名乗るが、その後も入隊員を繰り返し、1987年8月に、藤沢の病院で逝去した。上記の経緯から竹彦には正式な実施はなく、山品の宮家の直系は断絶した。詳細は、山品吉丸を参照吉丸王菊丸をの次男。 吉シ郎は、1920年に、親戚降下し、公爵、山品吉シ郎となった、東京帝国大学理学部を卒業し、北海道帝国大学より、理学博士号を取得した、鳥類学者である、山品鳥類研究所を創設し、所長となり、日本鳥類研究の第一人者として知られた。詳細は、つくば藤丸郎参照藤丸郎菊丸郎の三男。 藤丸王は1928年に親戚公家し、公爵筑波藤丸となる、東京帝国大学国史学科を卒業後、安国神社宮寺となる、東京代々木の自宅に筑波歴史研究室を設立し、国史の文献目録を収集した国史学会を発行した。藤丸の長男常次は、早稲田大学教授。次男常は、 出家して、法名を、常ペンと称し、山品宮ゆかりの家十字の門跡となった。詳細は、鹿島萩丸を参照萩丸を菊丸王の四男。萩丸王も1928年親戚降下し、白尺鹿島萩丸となるが、1932年に死去、海軍隊員。詳細は、桂木城茂丸を参照。 シゲマロウ・キクマロウのイツオ・シゲルマロウは1929年、親戚降下し、伯爵・カツラギ・シゲルマロとなった。終戦時には、陸軍中佐であった。1947年に死去、ありがとうございます。